戦艦ウィスコンシーンは4隻ある米海軍アイオワ級の1隻で現在は博物館として公開されている。海事博物館とは海事に関する事柄の展示を中心とした博物館である。海事とは海洋に関する人間の営みに関する事柄であり、船舶や造船などの海運に関する事柄、深海調査や海底資源開発などの海洋開発に関する 事柄、漁業や海軍に関する事柄などがある。その点で、海や河川、湖沼などの水辺で暮らす生物を展示する、水族館とは展示物の趣旨が異なっている。港町に立地しその町の歴史を合わせて紹介する、施設も多い。海事博物館が加盟する、国際的な団体として、国際海事博物館機構がある。 海事博物館の展示物は様々であるが、一例では、下記のようなものがある。海事博物館のうち、海軍博物館として、海洋の軍事関係を中心に展示する博物館もある。海軍博物館の中には、空母に搭載する艦載機や潜水艦を展示するものもある。日本の戦国時代の海軍とも言うべき水軍を中心に展示する水軍博物館もある。 船舶をはじめとする会寺に関する物品を収集し、保存し、展示するほか、会寺に関する研究や、教育活動などを行っている。博物館を拠点として、会寺に関するボランティア活動などが行われることも、ある。北海道地方、東北地方、関東地方、海洋情報資料館、中部地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州地方、沖縄地方、 ありがとうございます。